早稲田エッジ人材育成プログラムの実行委員長をしております高田です。早稲田エッジ人材育成プログラムは2014年度の文科省エッジプログラムに採択されて開始されたアントレプレナーシップ教育とアントレプレナー育成のためのプログラムです。その後2017年度よりやはり文科省のエッジネクストプログラムにも採択され、エッジプログラムから数えますと2019年度で6年目になります。早稲田エッジ人材育成プログラムでは、早稲田大学のグローバルエデュケーションセンターが提供しておりますビジネスクリエーションコースと呼ぶ正規科目のほか、さまざまなワークショップ、講習会、研修などを実施しています。その中でこの海外武者修行プログラムは、起業に向かって活動している学生、あるいは実際に起業に踏み出した学生を対象として、国内海外研修を通じて起業に必要なさまざまな力をつけることを目的としています。昨年度より実施しておりまして、文科省及び民間団体、民間企業のご支援の下で可能になっているプログラムです。早稲田大学では企業先進国として知られておりますイスラエルに学生を送り込むプログラムを、昨年度に引き続いて2019年度も実施をいたしました。このビデオではそのプログラムの概要、参加学生のピッチなどを紹介させていただきます。プログラムに参加した学生の目覚ましい成長を感じていただければ幸いです。最後になりますが、このプログラムの企画実施を可能にしていただきました文部科学省殿、寄付をいただきました民間団体企業殿、実施にご協力をいただきました駐日イスラエル大使館殿、在イスラエル日本大使館殿、およびコランダムイノベーション株式会社殿に厚く御礼を申し上げます。早稲田人材育成プログラム事務局長の朝日でございます。今日は、ノーベンチャーノービクトリープログラム、海外武者修行プログラムの、報告の概要を説明させていただきます。私、昨年度からこのプログラムのコーディネーターを務めております朝日でございます。ミッションをここに挙げらさせていただきます。 AI やロボット、サイバーセキュリティなど、またそれらの融合テクノロジーをベースとした企業、または企業を狙っている人材をイスラエルの拠点に行かせまして、それらのビジネスモデルをブラッシュアップする、または起業家精神を養ってくるというプログラムになります。昨年度は7名のメンバーを早稲田エッジ人材育成プログラムの中で育成して選抜して送りましたが、それを全て男性でしたが、今年は7名のうち3名が女性を送ることに成功しております。私どものそのプログラムの概要ですけれども、まずオンサイトのイスラエルに行く前に、国内でここに挙げられていますようなスキルアップやビジネスモデルのブラッシュアップをするようなプログラムに参加させ、そしてその中で自分たちのビジネスモデルを向上したものを持ってイスラエルに行くというようなスキームになっております。そしてイスラエルの方では座学、先ほど言いましたようなAI やブロックチェーンなどのテクノロジーに関する座学や、それからイスラエルのスタートアップやまたは VC や、そういうような方々から講義を受けたり、またそういう会社とのいろいろな打ち合わせなどに参加することで、自分のビジネスモデルをさらにグローバルに役立つような、またはグローバルに価値があるようなものにしていくというものになっております。そしてそれらのプランを持って、ブラッシュアップしたものを持って日本に戻ってきて、それをまたそれぞれがビジネス展開する、または企業の準備に入るというようなプログラムになっております。本日のこの成果発表というのは、この最後の締めくくりということになっております。またこの成果報告が終わった後、
昨年なんかでは海外のいろいろなコンペに出て、いろいろな賞を受賞したりすることもありました。そのどういうような学生をどうやって選抜するかといいますと、早稲田エッジ人材育成プログラムにが提供している授業やまたは講座セミナーなどをに出ている学生から選抜、またはそういうようなプログラムに出て今もう社会人として起業している、または早稲田人材育成プログラムの我々が提供しているものの中に社会人になってから早稲田の身分を持って加わっているものなど多数いろいろな人材の中から選んでおります。またその選ぶのにはいろいろな先生方にも協力をいただいたりしております。そして最終的に2日間2泊3日のブートキャンプを国内でやりまして、そこで最終メンバーを選抜してイスラエルに送るということです。でまたその間イスラエルという国がどういう国であるかとか、またはイスラエルの特徴的なスタートアップやまたは VC というのがどのような目的で活動しているのかなどを知るためにイスラエル大使館やイスラエルに精通しているような方々にもご協力いただいて指導していただいております。こちらの方が活動内容概要になりますけれども、今申し上げたようないろいろなブロックチェーンであったりだとか、またはファイナンスの授業であったり講座であったり、それからピッチであったり英語のトレーニングだったり、いろいろなトレーニングを我々は準備しております。そこで最終的に先ほど言いましたように2泊3日のブートキャンプの中で選抜をしてイスラエルに送るということです。また選抜された最終段階でイスラエルとオンラインで結びまして、自分たちのビジネスモデルを説明をして、イスラエルに行く前からそれに対するコメントをもらってブラッシュアップしてイスラエルに行くというふうなことの工夫もしております。ここに挙げられているメンバーが今回イスラエルに派遣されたものです。7名が早稲田エッジ人材育成プログラムのから育成されたもので、1名が今回寄付をしていただいている企業からオブザーバーとして参加しているものとなっております。それぞれのアクティビティ行く前と行った後で何が違うかなどはそれぞれ各自が報告することとなっております。コランダムイノベーションの山本です。選抜されたやる気あふれる早稲田の学生の皆さんになるべく幅広い経験をしていただこうと、でしかもその経験と学びがより深くですね、単なる見学ツアーのようなものにならないこと、これを心がけて、プログラムを組みました。ですので、講師の人たちもしくはセミナーの内容に関しては幅広い人たちですね、研究者、アントレプレナー、ベンチャーキャピタリスト、その他多数の人たちから学びが得られるように、それと参加者の皆さんの特性を鑑みまして、出発の前から我々のイスラエルのチームとやり取りをしてもらって、彼らが現地に会いたいと思っているスタートアップ、これらをヒアリングしまして、こことのミーティングをセットアップするという下準備もしてまいりました。で特に私が心がけましたのは、皆さん起業を志されている、もしくは起業をされているということで、イスラエルのエコシステムの中で最前線で活躍する人たちの中から、特にベンチャーキャピタリストの方からはですね、起業家に出資をする際にどういう点を重視しているのか、何を見ているのか、注力点は何なのかという、その見極めのところですね、見聞きのやり方について学んでもらえればなと。で一方で現地のイスラエルのアントレプレナーたちからはですね、自分が起業した経験で事業を推進していく中での学び、苦しみ、いろんな経験から学ぶことが非常に多いということで、彼らとの直接の対話を重視した形のプログラムを組みました。これが講師の人たちの概要です。大学でのリサーチャー、自分でベンチャーキャピタルを経営している人材、それと自分で起業してそれを上場させた人、もしくは大企業に
打ってエグジットをした人、さまざまなカラフルなイスラエルのエコシステムの中からの人材を選抜して、我々のネットワークの中で学生さんが学びが多いようにということで選んだ人材です。我々このプログラム、文部科学省からの海外武者修行の予算で、国内の教育それから選抜などを行ったわけですけれども、イスラエルにおける活動はすべてこちらに挙げられているような企業または財団のからの支援を受けて行われているものです。 ANA ホールディングス株式会社、大川ドリーム基金、小田原製紙株式会社、電通国際情報サービス、日本タバコ、ヤンマー様、それぞれの企業財団から支援をいただいております。で、厚く御礼申し上げます。また、駐日イスラエル大使館、在イスラエル日本大使館の方々にも大変親身になって、いろいろ協力をいただきました。合わせて、感謝を表したいと思っております。またこのノーベンチャーノービクトリープログラム、これは昨年度から今年で2年目になりますが、早稲田大学と文部科学省と、そしてコランダムイノベーションとの連携によるプログラムで、ぜひまた来年も挑戦していきたいなというふうに思っております。Hello, my name is Satoshi Shiraga from CERIT. I will talk about myself, our business, and about this program. I have done research at CERN, which is a famous group for particle physics and special extreme computing. After that, I founded CERIT 3 years ago. And CERIT began with the idea that we want to blend the physical world and digital world together. This idea is now called special computing, augmented reality. Our product is special computing system, which has two applications. First is display system. This is hardware to display the digital objects in the real world. Second is special tracker. This is software to recognize the user's location in real time in 3D space. These are my motivation to join this program.
First is obtain knowledge about state-of-the-art technologies like AI, ARVR, and blockchain. Like, what are the expectations in research and development? What are the new approach and problems? What are the use case example in business? Second is to research into the market environment of AR glasses, like how competitors raise their fund, who is typical investor, and how do they view their market potential. Lastly, I want to prepare to fundraising. In Israel, I learned so many things, but I want to focus on three. Now, our new product is currently in development. In Israel, I learned how to work deep learning system in anomaly detection system. So we are now developing faster and more accurate anomaly detection system that uses our original chip. This photo is a prototype, and here is our original chip. Next, we modified the specs of our display system. For example, initially, we didn't consider our color uniformity, but the market views it more important, so we modified and expanded our design to include color uniformity. Lastly, we have started our fundraising. In Israel, we met some investors of AR glasses, and they were interested in our business, so I want to keep them informed. Thank you. That's it. Hello, everyone. This is Kentaro Mihara. That was a great pleasure that I participated to the Israel Entrepreneurship Program this year. Today, I'm going to summarize what I learned in Israel very short. So I studied in Stony Brook University. I majored in physics in US. After I graduated, came back to Japan and started working as a research engineer in Egris. Egris is a fourth-year tech startup company located in Tokyo. So let me briefly explain what we do. We are providing the encryption proxy, which actually allows the user to safely utilize the data. So with our core technology called homomorphic encryption, we don't damage the usability of the data even after encryption. So with our solution, let's say some use cases. First of all, if the user couldn't utilize the cloud service before because of the data security issue, and now with our platform, they can put out the data to the cloud without worried about the data breaches. And also, several companies, let's say company A, B, and C, couldn't share the data before because of data security. However, with our solution, they can share the data for the better data analysis. So this year I participated in this program and I learned a lot. I summarized in 3 points. The first of all, the knowledge of the entrepreneurship. Second is the mindset. And the third is the motivation to be an entrepreneur. So in Israel, there is so many different things, different mindset from Japanese culture. That was very, very helpful for me to change my mind. And then also, we met a lot of successful entrepreneurs, which really motivated me. So now I'm in a daily basis, as well as my daily basis, the work as a research engineer. I try to look for the new ideas, how to make the world better, that kind of thing, after this program. So that was quite a pleasure that I participated in this program. Thank you very much. Hello, my name is Cho Tae Zen. I have graduated from the Waseda University and my research is the time series analysis and motif pattern discovery on time series data. Currently, I'm working as a research engineer at Egris. Our business proposal is the Situa lens for Situa data analysis, which has two main parts. The first one is the base environments, which contains any devices such as a cloud server, PC, and any remote devices which store the sensitive data. Another part is the Situa lens, which provides the Situa connections to assess the sensitive data. We intended our plans to use the Situa data analysis company.
And I was very excited to participate in the Israel training program. Israel is a very famous land for the social cultural system, their ecosystem, and their people inspirations. So this was a motivation and to very excellent way to get new experience and knowledge from them. What we have done in this program, we attend the academic lectures, too many academic lectures such as the AI, blockchains, cybersecurity, and also we visit the company, what they are really doing in the current application and current technology, and we learn the entrepreneur skills and leadership skills and the negotiation skills, and we did the too many discussion individual and group, and also we did the too many time PT. I'm really impressed the leadership skills and the entrepreneurship skill that improves our business plans and our skills. That we did in the Israel training program, we enjoyed a lot, and then we raised the question, and we our group actively participates in these programs. So finally, we gain much knowledge and experience from them, and then I will apply leadership skills and negotiation skills in our current application and current work, and I apply their ways of thinking in my daily routines. Thank you so much. Hi everyone, my name is Mariko Mizogami and I'm a senior student at Waseda University majoring in Industrial and Management Systems Engineering. I also studied abroad at UC Berkeley when I was a sophomore student and learned data science and business there. Currently, I'm working as an intern engineer at Eaglis and worked on a project to launch a secure lens, secure AR lenses in Israel, which is the same as what Cho-san has. So I would like to talk about the summary of my experience in No Venture, No Victory program in Israel. So in Israel, we had academic lectures, including topics such as blockchain, cybersecurity, and Israeli startup ecosystems. And the one that I was most interested in was about the cybersecurity, not only because I was interested in the area, but also because the lecture includes very cutting edge researches, but also the how they use that technology to adapt the technology in the real life. So that was very interesting to see how they work on that program. And the other thing that I really enjoyed was the Israeli startup ecosystem, because it was very different from what we have in Japan. And so aside of the classes, we had some cultural studies to Masada, Jerusalem, and other places. And for me, it was really important to learn about the Israeli culture, because I've learned that culture is very deeply related to how we do business too. For example, in Israel, they have their weekends from Friday, Saturday, instead of having it on Saturday and Sunday. And also their culture is more straightforward than what we have in Japan. So those differences are very important to understand, I think. So it was very meaningful for me to learn these kind of stuff in Israel there. Also, because I'm a senior student, I sometimes didn't understand difficult ideas or concepts in classes. However, other participants are very experienced and they have a lot of knowledge on, for example, blockchain or AI. So I was able to learn a lot from other participants, and it was very exciting for me to spend time with such talented people for 3 weeks there. In conclusion, I really enjoyed my experience in Israel, and in the future, I would like to utilize the experience, knowledge and experience that I had in Israel, and start a new business project or new business using technology to make the world better. Thank you for listening. Hello, my name is Eri Maeda. I'm from Waseda University, from Department of Human Science and Cognitive Informatics. I actually wrote a thesis on a study on promoting donation through empathy using action research methodology.
And my new business, which I am trying to launch, is called Lemony Chain. So this is a global donation platform, which contains different groups of donors. One is money, and the second group is items, and the third is effort of giving time. And then the underlying magic of this is that it brings out the community and cultivate the donation cultures in Japan, which is compared to the world standard, Japan does not really have a lot of culture in donations. So the motivation to join the Musha Shugyo program is that I was having this idea of trying to launch this. And so before going to Israel, it was exciting, but I couldn't imagine what's going to happen in Israel. So it was very helpful that the team got together beforehand, before visiting it to Israel. There was English program where we practiced a lot of pitching. And also we got feedbacks from professors, students, venture capitalists, and all other corporate people. And then when we arrived at the Israel, it was great because first of all, it's very different from Japan. And the culture there is in a way innovative and very exciting. And one of the example is I met the author of the Chutzpah, she written by Inabel Ariel. And then she's an author, but she's also an entrepreneur. And she motivated me to actually start a new business just to motivate, to meet with women entrepreneur is something very rare. So that was a very important event. And also there was, I met with Saga, which is a cryptocurrency, which I did not have any of the information when I was in Japan. So from that experience, I tried to search a lot about it, and that made me very knowledgeable about cryptocurrency. And my entrepreneurship grew, so the takeaway is very meaningful for me, as well as meeting with other members who are very innovative in a different way. So before going to Israel, we built up the teamwork, and then when we arrived at the Israel, it was easier for us to actually communicate. So that program was really helpful in a way, it was structured that way. And so thinking big is what I gained from Israel, and just having an opportunity to practice pitching was very important to me. So this will be something that I can use in the future of launching my business on the global platform. Thank you. Hello, my name is Takumi Takahashi, founder and CEO at Qzen. I'm going to talk about Musha Shugyo program 2020. Let me introduce myself and my company before I talk about what I learned in Israel. I'm Takumi Takahashi. I graduated from Waseda University in Computer Science Department 2016. And then after I got Master of Computer Science from the University of Tokyo, then I founded my own company called Qzen for blockchain technology mass adoption. So my company is named Qzen. The mission is to create great products and experiences with blockchain technologies. And we want to help companies and individuals to introduce these complex technologies to their own businesses. So this is my team. And we are focusing on applying these technologies to entertainment market by creating the easiest blockchain game called Egrypto. And we also provide blockchain solution technologies to big companies and startups to create their own products. And we provide all
various applications on top of it, including marketplaces for digital assets. And what I learned in Israel are bold entrepreneurship, what is good for startup, cutting edge technologies, and real feedbacks. So I met so many people in this program, and I learned they have a very bold mindset for expanding their business globally. And I learned so much stuff for how to make startup successful. And I learned so many technologies in academic lectures and from the frontier companies in high-tech field. And I got so many real feedbacks from entrepreneurs and active VCs and professors. These are so precious experience for my business. And based on what I learned in Israel, I'm brushing up my business plan and strategies for scaling my business globally and have strong competition among the worldwide market and have good financial strategies. So that's all, thank you. Hi, I'm Riku Yokota from Tokyo University of Science. I major electronic engineering in my university, and I do the research of non-intrusive load monitoring system in my lab. This is the technology to measure household appliances energy consumption changes with using machine learning. I made a business idea with using this technology. Let me explain the energy disaggregation in short. The technology up until now, we put each household appliances to the sensors to measure their energy consumptions. But in this energy disaggregation technology, we use machine learning AI to learn the household appliances energy changes. And using output parameters, we can measure the changes by only one sensor. Using this technology, I made a business plan to a business idea to monitor senior citizens' lifestyle. Since using AI and IoT, caregivers can know their users safe by PC or smartphones, and my revenue will come from the initial and monthly cost. This is the business idea I brushed up in the Israel program. And here's the skills and knowledge I could gain from this program. I participated in the program with the purpose of learning entrepreneurship and to study the way how to start up a company. But actually, I could know how to pitch in details, and of course the knowledge of entrepreneurship. And the one thing I was very impressed was the Israeli national character chutzpah. This is the mindset to be very aggressive and super positive to learn or study things or networking. The old teachers in the class asked us to question and disturb the class, with discussions, and they were really glad to answer all the questions. And sometimes when the discussion started, it continued at the end of the classes. I could truly know what the entrepreneurship is and who is entrepreneur is like. And I want to appreciate Professor Asahi and Mr. Yamamoto and many other management officers who are related to this program. Thank you. Hi, I'm Akihiro Takai. I'm an engineer of Yama Research and Center, Development Center. And I joined a project for a smart greenhouse. That is a greenhouse automatically controlled by cloud and edge computing system. During this program, I learned in Israel for the following things. The first one is global standard. I took many courses in Israel from very famous and very talented engineers and startup CEOs,
in Israel. In some fields like AI or blockchain or cybersecurity. And I knew the level is so high and I have to make more effort to catch up with it. And the second one is try and error spirit. Before joining this program, I thought it's very important to know the goal at the initiative stage, but that's not true in Israel. They are trying to reach the goal with friendly conversation and discussion with each other. And I think it's very important. And I want to ensure it for myself and for my company. And the third one is business perspective. I'm an engineer, so I often focus on the technology prospects, like the accuracy of the models and the efficiency of the product. But the other prospect is also important, like the user interface or costs or the markets. That's the third one I learned during this experience. And for the future, I want to take quick actions, like the CEOs in Israel startups. And I want to take balance between business and technology. And finally, I want to keep training with good friends whom I met during this program. Thank you very much.元気な人たちが日本を飛び出して、それで世界でこう活躍をして、あと企業をしてもらいたいっていうのが、まさに狙いだと思ってまして、でこれは非常にいい機会だなと思っています。素晴らしいなって思うのが、まさにこうイスラエルにね、こう何ていうか、こう何人もこう送り込めた、でそこで勉強で学べたっていうのはすごく素晴らしいこと でイスラエルにしっかりとしたその信頼関係をイスラエルの方たちとこう築いていた、人と人のつながりが、こうあるいは信頼関係がしっかりできているっていうところが素晴らしいなと思っていますし、だからそういう意味ではその来年もね、さらにこう来年の次の年度ももっとこうバージョンアップできた方がいいなと。思っています。皆さんに期待したいのは、そのもうとんがった人がどんその個性を、ね、生かして、どんどん活躍してもらって、もう世界に飛び出していって、もらいたいな。世界に飛び出すけど、また日本にもこう貢献してほしいと思っていますし、どんどん活躍してほしいなと思います。これは全国 の若い人たちにも大変期待しているので、お願いします。まずはイスラエルと国が一つのやっぱり、イノベーションセンターといいますかね、いろんなことが起こっているというところで、しかもいろんなその何でしょう、技術とかビジネスアイデアとかっていうのが、どっかにこう限ったわけではなくて生まれているということで、まずは会社として、そういう接点を持つ、それからあとはそこに実際にこう人に入ってもらって、我々の方からすると一人こうオブザーバーという形でしたけど、入ってもらって体験してもらうってこと自体はすごく魅力的な。でもやっぱりこういうそのいくつかの企業とかグローバルとかっていうことが全部合わさった形のプログラムってなかなかやっぱ組めないんですね。そういう点では非常にこう魅力的なプログラムだと思って、あとはもう個人的なその人の成長というところにも大きな期待があったというのがありますね。多分企業側としてはこういうプログラムを、もっともっとやっぱりうまく活用させていただきたい、それから、今回は1人でしたけれども、複数人例えば派遣できるのかどうかとか、イスラエルのそのいろんな、せっかくイスラエルですから、いろんなそのイスラエルの可能性の多様性みたいなところも、一般的にはおそらくサイバーとか、それから AI とか、それから IoT とか、デジタルみたいなところが強いかもしれませんけど、それ以外の例えば領域とかっていうのも何かこう少しこう幅広にチャレンジできるような、課題が上がってくると、多分皆さんにとってもきっと刺激になるでしょうし、その多様性という部分が広がっていくのはなんか期待するところではありますけどね、はい、やっぱり自分の時に比べるとやっぱり大学のそのプログラムのなんかその中身の濃さっていうか、要するに何でしょうね、
こう単にこの勉学とかそれからサイエンスもしくはテクノロジーもしくはいろんなその専科を突き詰めるだけではなくて非常にこう面白くなって大学の役目もおそらくどん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 広がってるでしょうしで企業としてはそういうその教育を受けたもしくは教育というか体験をした人間が入ってくること自体がやっぱすごく大きな価値になって僕らが逆に刺激を受けていくという形になりますのでそういう輪がどん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 こう広がっていってほしいなという期待はあります、ね、ですから本当に大学っていうのがエデュケーションだけじゃなくて、まあ、そのエクササイズというか実際のプラクティスを多分やったっていうことが非常に大きな価値になっていると思いますからそこはぜひぜひもっとそこは今後も継続して盛り上げていただければなという気がします、はい、いやとてもね僕らにとっても刺激になるというんですかねいろんなその夢というかやっぱりそのゴールというかね何かを変えたいって気持ちを持ってらっしゃるのはすごくいいことだと思いますしでそこのこう何ですか僕らにとっては多分世代間ギャップではなくてその影響をこうどんどん、ね、皆さんから発信してもらいながらで世の中を変えていくって大きな力になってほしいと思うんですねやっぱりここら辺に得た経験というのをどん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 やっぱり、まあ、発信をするそれから語ってもらってで次の世代にどんどんこうつないでいくバトンを渡していくっていう何でしょうこう世代の縦もそうですけどあと横もそういろんなところでなんかこれがこう当たり前というか非常にこうみんなが憧れのプログラムになるように続けて、まあ、つないでいってもらえればなと思いますだからこのプログラムを本当いいこう肥やしにして次のまた大きな夢に向かっていってほしいなという期待してますぜひ頑張ってくださいはい私ども大川ドリーム基金は早稲田大学の理工専科におられた CSK セガグループの創業者の大川勲さんの資金を預かって活用させていただいている団体ですそういう意味で大川勲さんは早稲田に対して深い思いがあり早稲田大学からベンチャービジネスを担う人たちがどん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 輩出してくればいいなというふうに考えられていましてで私ども大川ドリーム基金としては早稲田大学のビジネススクールにアントレプレナー養成の講座を作り8年目を終わらせていますそれから理工学部でも事業とか大川アカデミーっていうのを設置して早稲田大学とともに取り組みをしています女性が3人入ってるっていうことはこれは素晴らしいことだというふうに思うし今後もそういう女性をきちんと入れていくっていうことは大事じゃないかなっていうふうに思いますやっぱり日本の場合この女性経営者できちんと事業を起こしていってる人たちがものすごく少ないっていうのは事実としてあってで、ロールモデルを探そうとしてもですねぴったりしたロールモデルを持ってる女性っていうのがあまりにも少ないっていうところがあるんでそれをどういうふうな形で、改善していくのかっていうことは日本にとってものすごく大きな課題になってるなっていうふうに思います中身についてはですね皆さん英語できちんとプレゼンテーションをされてるっていうのを見てですねこれはこれで素晴らしいなっていうふうに思いましたそれからもう一つイスラエルっていうのが非常に技術力が高いっていうのは間違いないわけだしイスラエルの国内市場が非常にちっちゃいのでその中でインキュベーションして海外に打って出ていくっていう風な、システムを作られてるし精神性もそういうものを持ってるっていうことは本当に日本と真反対の素晴らしさを持ってるところだと思うので、そういう国と相互交流するっていうのはプログラムとしても非常に素晴らしいなっていう風に思います世界レベルで戦っていくためには少なくともそれぞれの分野でどういうことが先行事例としてあってでどういう人たちがどういうことをしているのかっていうのを
きちんと学ぶ必要性があるなというふうに思います。で、特に新しい分野っていうのは日本では考えられないようなことを考える人たちが世界にいて、でそれはイスラエルもそうかもわからないし、アメリカもそうかもわからないし、ドイツがそうかもわからないし、本当にさまざまなところでさまざまなことを皆さん考え実行してきているので、そういうことをきちんと捉えていくっていうのが一つの課題としてあると。ただ少なくとも自分たちのユニークさっていうのがなければ差別化して生きていくことはできないわけなんで、差別化してどういうふうに生きていくのかっていうのをきちんと考え、特性を出していく必要性があると思います。それと日本人の弱いところはですね、みんななんかちっちゃくまとまっちゃうっていうか、一人でやっちゃったりとかするんですね。で、パートナーシップを組んで、自分にない才能で、対等に議論する人たちを巻き込んで、で規模を大きくしてやっていくっていうところが非常に不得意な民族のように見えるので、これからやはり一人で単独で戦うっていうのは、世界と戦うときには非常に難しいと思うので、周りにいい仲間を集めてですね、集団で一緒に戦っていくっていう風な、ベンチャービジネスの作り方をしていかなければですね、世界とは戦っていけないんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、これから日本の環境も随分変わっていくと思いますし、今までのように大企業、優秀な人が大企業に勤めて、その中で、フレッシュな感覚がなくなったり、独創的なところがなくなって丸くなって、で一生終わるっていう時代じゃなくなってくると思うので、いろんな人たちがベンチャービジネスに参加してくる可能性が十分にあると思いますので、そういう人たち仲間を増やして、自分たちで戦っていくっていうことができればですね、非常に面白い時代になってきたんじゃないかなというふうに思います。従来型の技術者エンジニアだけではなくて、新しい技術を使って新しいビジネスなら新しいサービスを作っていくっていう人たちが企業の中でも全然足りてないわけですし、そういったところを、社会に供給していただけるのはこういう大学なり高等学術機関だというふうに理解してますので、そういった中で、人が育成できれば日本が強くなり、外にいたとしてもオープンイノベーションの流れの中でですね、一緒にビジネスができて新しいことをやっていきましょうということができるのは、もしくはそれに関われるといったところは大変ありがたいチャンスだったなと思ってますので、基本的にはそういう視点で考えてますといったところはぜひお伝えさせていただきたいと思います。元々の考え方でいう人材育成とか、そういう、マインドスピリッツを持った人間を育てていくのっていうのは一朝一夕にはいかない話ですので、これはいかに継続できるかっていったところが、大事なことだと思います。文科省なり国の支援といったところと、やっぱり民間企業がその人材のためにですね、将来的な人材育成のために含めてやっていくっていう、そのミクスチャーしたプログラムで、ファンディングされてですね、運営されていくっていう仕組みをどうやったら継続できるのかといったところは、これはどちらかというと大人とか経済界、あと教育界の知恵だと思いますので、僕はこれをいかに長い継続をしていくか、サステイナブルなプログラムとしてやっていくかといったところが、2020年さらにはそれ以降に対する、お願いというか期待というかですね、こんないいプログラムもったいないから学生さんだけに提供するんじゃなくてですね、やっぱり企業人社会人に対して提供していくっていう考え方があってもいいと思いますし、それが将来的にはある意味リカレント教育にもなっていくんじゃないかなと思うんですね。60になっても起業できるっていうためにはですね、やっぱりそういう継続した教育を今の学生だけではなくて、企業人を含めて将来の学生にしていくっていう立て付けの方向感とかプログラムというのが、将来的な期待かなというふうに思います。頑張ってくださいねっていうのが、本当に大事なメッセージだと思ってます。なかなか一発で成功する人っていないと思うんですよ。で、場合によっては学生卒業されて、在学中っていうケースもありますし、卒業されてすぐ創業されるっていうケースもあるんですけど、場合によっては一回企業に入ってもいいと思うんですよね。そのあたりの繰り返し行ったり来たりっていうのもあると思いますし、場合によっては企業が持っている
研究アセットで、その会社では事業化できていないテクノロジーなんかをスピンオフさせるといったところもひっくるめた創業企業というのもあると思いますので、一度ではなくて何度でもチャレンジする考えを持つ、でそれが生き方の中にこうどう反映させていくのか、それは人生設計なのか人生のそのタームタームでですね考えるチャンスはあると思いますので、そういうふうに考えてほしいなと思います。突破するための突破力と広い視野、あと外部との連携といったところを持ってやるのが、成功する人になるチャンスが増えるんじゃないかなと僕は思ってますので、ぜひそんな視点も持ってですね頑張っていただければと思います。早稲田大学のですね建学の精神っていうのは一つある、その一つがですね学問の自由ということ、学問の活用っていうのがありますよね。これその各個人はですね その精神にのっとってですね学んだことを実践してほしいと。だから早稲田のです、ね、見学の精神に従ってですね学んだことを実践するっていうことが非常に重要だろうと思います。でそれはまさしくこの研修こういうことでですね培われていくんだろうと思う。 それを踏まえた上でですね早稲田大学そのものに対しての期待っていうのはですね大学を中心としてその裾野を拡大してスタートアップエコシステムを強化してほしいと思うんですね。これまで参加していなかった大学や個人や企業団体等を巻き込んでですね新たなコミュニティを構築してほしいんです。で現在早稲田大学はその種のことを、ね、なさってはいますが、さらにそれを強化進化させてほしいと。早稲田大学アントレプレナー教育のコミュニティをですね構築することでアントレプレナー教育関連の情報発信やコミュニティ内での大学等のですね支援機関のマッチング支援などを行うとともにですよアントレプレナー育成プログラムを実際に体験させることでですね日本全体としてのアントレプレナーシップ醸成とエコシステム構築の、ね、加速を図ってほしいと思うんです。早稲田大学にその、ね、使命があると思っております。早稲田エッジ人材育成プログラム実行委員会副委員長の大野貴博です。今回の海外武者賞プログラム、これはノーベンチャーノービクトリーというキーワードを使ってスタートアップの段階から事業をいかにグローバル視野で展開するか、こういったことを育成するプログラムとして選びました。で参加者はエッジプログラムのプログラム、これを経験した人たちというふうなことになるわけですけれども、全部で7名の人プラススポンサー企業様から1名の方がオブザーバーとして参加する、計8名でこのプログラムが実施されたということになるわけです。イスラエルに20日間いたわけですけれども、その前に事前研修ということで事業に関わるような先端知識、例えば AI ですとかセキュリティの関係のもの、こういう先端的な知識をまず学ぶ、それと自分たちが持っている事業を十分に相手に説得できるピッチ力、これを育てるということ、さらにはグローバルを意識して交渉のための英語力が使えると、こういうふうなことのも身につける、さらにはベンチャーキャピタルという、どうしても事業には資金が必要ですから、これをどうやって調達するか、そういうベンチャーキャピタルに対しての交渉力、これをあらかじめ日本において研修をした。実際の研修においては先端知識を大学の研究者ですとか、あるいは実際に事業を展開している最新鋭の方々に学ぶ、あるいはグローバル事業の在り方ということについては先行しているスタートアップ企業の事業者の方々とディスカッションを行う、さらには資金獲得という意味で言うとベンチャーキャピタルの方々、こういう方々といろいろと教わり、あるいはディスカッションしていくというふうなことで力を身につけたというふうなことになります。そして日本に帰ってきてからは自分たちの事業をさらに磨くということでの事後研修が行われたということになります。今回のプログラムを支えてくれましたのは、まず文部科学省の方での補助金ということありますし、あるいはそれ以外に6つの企業財団からのご寄付をいただいた、これも非常に大きかったというふうに思います。 ANA ホールディングス株式会社様、一般社団法人
大川ドリーム基金様、小田原製紙株式会社様、株式会社電通国際情報サービス様、日本タバコ産業株式会社様、そしてヤンマー株式会社様です。さらにご協力をいただきましたのは、駐日イスラエル大使館、在イスラエル日本大使館の方々でございます。そして連携先としまして、日本とイスラエルで事業を行っておられるコランダムイノベーション株式会社様、こちらに大変大きな連携をいただきました。で、今後このプログラムがどういうふうに展開していくかというようなこと、また参加者がより多く、そして能力の高い人たちが集まってもらうということを考えますと、このプログラムに参加する母体となったエッジプログラム、これがこの研修の基盤として機能するということが非常に重要だというふうに思っております。このエッジプログラムにおいては、起業家マインドの育成、あるいは事業アイデアの創出能力、さらには事業を達成する、そういう能力、この3つを養っているわけですけれども、こちらの方も合わせて進めていきたいと思っております。いずれにしましても、今回の海外武者修行プログラムが成功したということは、本当に数多くの方々に支えられた結果だというふうに思っております。心からの御礼を申し上げまして、私のお話とです、どうもありがとうございました。